勢いで4泊5日の韓国へ。韓国旅初日の夜は大学院時代の韓国人の同期と再会。なんかもう食べ物種類もいろいろあるので、もうなんか一緒に韓国の子が食べるの食べた方がいいじゃないかと思って。偽物シュプリームがあるんだ。偽物いっぱいあるな。ミョンドンって有名？はい、一番有名です。あ、そうなんだ。日本の韓国、ここはユガネ、チーズタッカルビで有名な韓国のチェーン店。あ、これか、チーズ鶏。韓国っぽい匂いするわ。これはハンボールハプワフだけど、めっちゃ辛くて、これは甘いの、甘いの、甘いスイート。味噌ハニー。これ食べたことないんですけど、どれがおすすめ？基本はこれだからいいでしょう。もしこれ食べてまずい、まずければ、まずかったら面白できないので、ここはまずかったら怒るけど多分この味だって食べた方がまあ、できるんですけど、まあ、そうですよ。飲み物よし、食うか。旅、それは最も簡単に祖国を知る近道である。今回の旅は韓国。韓国は朝鮮半島の南に位置する東アジアの国だ。日本では隣国として多くの政治問題を抱えながらも、 K-POP やファッションなど若者文化とは密接に関わっている。ダンスワード。치즈콩과두명중자하나요맥주두잔이요맥주요네맥주저희화이팅화이팅두병드려요아니요아니요그냥생맥주생맥주하나있어요아마어비인비룩しかないんで그래서이핀어何言ってるかさっぱり分かんない。組み合わせがあるんで、あ、こういうのがあるんだね。大体焼肉とかには無料の付け合わせがあるみたい。タッカルビやろ。タッカルビって言ってたタッカルビ、これはどうだ、何かあるんですか。付け合わせには水キムチ、あとはまあキャベツの千切りと冷たい謎のスープとピクルス。うぐま、さつまいも、紫。このソーセージみたいな形の中身にはチーズだったり芋だったり、まあなんかいろんな具が入ってるみたい。この形だけ。こっちは。これハイトという韓国のミールだけど、やっぱり日本のよりは美味しくないです。あっさりとしてますね。でも安い。でもお店ではこれが500円。5000円。乾杯。コンベやってる。コンベ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 。韓国。韓国はコンベ。ああ、確かに。ノンアルコールビールも。発泡酒みたいに、なんかそんな感じ。ちょっと果実っぽい、リンゴっぽい。ヤンドンブルには観光客向きの悪い店が多いので、あ、そう、逆に支援金が最近外国人がもっと多いので、現地民だからあんまりローカルなお店に行かない方がいい。
でもここってあんまり地元の人いない。地元なんか地元はないんだ。こっちは全部ビルだから。ああ、そこ栄えてるところだから家賃がめちゃくちゃ高いから。なので一番高い。じゃあ本当渋谷とかそんな感じなんですね。これ1平米に3000万円くらい、1平米に平米。確かに韓国って思ったよりうまいよね。うまいし高いし、ぎゅっと詰まってるね。日本より発展したところがあんまりないので、日本は全国的にちょっと、まあもちろん度胸が一番抱えてるけど、ここはドルしか抱えてないので、こっちは高いし、みんなこっち来るし、狭いし。高そう。こっちは高そうか、全員。こちらはああいうのに売ってない。グループだったら見ちゃって。中国だったら、ウィーチャット。あ、ウィーチャット。ライマとしか韓国の企業だ。ネイバー自体は韓国だけど、ネイバージャパンが作ったから、ネイバー韓国でもめちゃめちゃやってるけど、全部の利益はネイバージャパンが持てます。もちろん韓国でもネイバーが一番でかいスーパー、なんかヤオみたいに言うの運営してるけど、サイト、ウェブサイトを LINE は完璧に見ようね。今のメニューは涙かじで。これが溶けてくる。はい、で入れなくて、これをただつけて食べるんです。お肉を生地につけて、あ、こういうこと食べるの。では、早速実食。生地がすぐ硬くなるから早く食べた方がいい。まあ、この餅がもっと、これは、うまい。中にすごい汁使うのは最初、なんか本で、日本人がよく行くところが本でとか、本でという風に大学という大学バスで、そこにクラブとかが多い。もしちょっとおしゃれっぽいなところに行きたければ、カルズケという、カルズケル。ちょっとおしゃれで、高校たちも生まれてるんだけど、これ今、下の方、なんかそれ、なんか川が真ん中にあって、北だけど、うちは北だと言わないんですけど、真ん中。もともとは、ソウルがあると、やっぱり、家によって、ネダコは反対側です。こっちの方。あまりじゃ真ん中の方に住んでる。真ん中はないです。友達みんながあったら、真ん中に誰か住んだら、真ん中であったら一緒。みんな近いけど、自分はバラバラなので。でも遊ぶときは、はい、そうです。同じ化粧です。そうですね。なんか愛情というグループ、AKB のグループと、なんかオーディション番組のグループが合わせて、TWICE という、あ、TWICE 知ってるよ。グループみたいに、なんかちょっと今、最近やってて、アイコンたちに人気だと。なんか AKB の一人がちょっと入っちゃった、グループから。宮崎さくら、顔は覚えてない。最近番組に出ます。韓国の番組にレギュラーに出ます。それが最初初めてで、韓国語喋る。
うん、結構勉強しました。やっぱフィッシュバンクじゃなくて、おしゃれはみんなに人気あります。ニューフェイス、ニューフェイス、ニューフェイス、ニューフェイスのね、ミュージックビデオ。でもまあ、クラスが違うと言われるんですけど、とりあえずビルボードにいたから、まあ、自分たちとしては、アイドルとしてみたいな、いい、すごいアーティスト。うちが絶対加工しないし、歌もめちゃくちゃうまいんだよ。ないとみんな分かってるし、もともとからそんな存在だから、ただ韓国だけで人気だった人がなんで、あれ、そんな感じでジャスティン・ビーバーとかいかない。チーズタッカルビを食った後は、ミョンドンの夜を出かけよう。お散歩がてら買ったのはこのソウルフード、その名はホトック。甘いパンケーキみたいな。あとは俺が好きなパクシネを発見。どこ行ったらいいですか。ヨンドン、ヨンドン、ヨンドン行っとけば間違いない。ミョンドンの周りはたくさんの高層ビルがいっぱい並んでいて、そんで一人で出歩いても全然安心そうな街。ここはチョンゲチョという若者屈指のデートスポット的なところ。大体みんながよくここを利用するみたい。そんでこのレインボーに光る滝のところが有名スポットらしい。これは昔の韓国の武将さんらしい。続いてきたのは韓国最大級の本屋。なんかコーヒー飲みながらとか、イメージ的には代官山の蔦屋書店みたいな、そんな感じ。ちなみに韓国の本の文字は大きめ。電車で待つときは真ん中で待つじゃなくて両サイドで待つみたい。続いてきたのは東大門デザインプラザ。この DDP は日本の新国立競技場の設計者でもあるザハ・ハディド氏が作った。周りの風景と調和してないと割と韓国では批判になった場所でもあるみたい。今会議室とかこの中はベッドに5時までやってるやつ。そうな。中国語が多いですよ。チャイナタウンなのかな。はい。市場みたいな、聞いたことありますが、ここは DDP ファッションモール。ほぼ24時間眠らないショッピングモール。深夜に来たからか、たくさんの入荷準備だったりバイヤーさんたちがいる。
昆布茶。この土地の文化や雰囲気はその町に住む人々が過ごしやすいように作られてきている、まあ、だから友達がそこに住んでると思うとその国への親しみも増していく。ミョンドの町は一度や二度行ったくらいじゃ全然回りきれなくて、渋谷ですら夜はがらりと人がいなくなるのに、この町は深夜になっても若者で溢れ返っている。まあ何が言いたいのかというと、韓国はうまい店がたくさんあるってことかな。